いけた、いけた、いけた、簡単にいけた。やばい、抜かれる。やばい、やばい、やばい、やばい。ああ、頑張れ、頑張れ、大通貨。頑張れ、頑張れ、大通貨。最初はゲッチンポイント。なんだ。皆さん、こんにちは。てれとてとてとててててれとてとてとてて。Okay guys, kita lagi ada di mobil. Hai. Kita kalau di mobil enaknya bikin konten drive thru. Yo. Udah lama ya? Udah lama ya kita mobil ya. Kali ini kita mau drive thru ngikutin mobil di depan. Di Jepang. Kira-kira di Jepang gimana? だからね、田舎だと人がいない。で、車がいないから、来た瞬タイミングを狙っていかないとダメだから。あとさ、恐ろしいのがさ、田舎って大体ファミリー層でさ、行くからさ、量が多い気がするんよ。確かに確かに。そこがすごい怖い。めっちゃあり得る。前がその4人、まあ4人分だったらギリセーフだけど。10人家族とかいないやろ、それ。めっちゃ大変。じゃあ今日は吉野家、そう吉野家があるんですよ。吉野家のドライブスルー。吉野家の吉野家のドライブスルー。ドライブスルー。そう。俺も牛丼系のドライブスルー初めて行くんだけど、あとスターバックス。ああまあ定番ね。と多分マックがあったかな多分。ああ。オッケーオッケー。はい。オッケー。行きたいと思います。はい。はい吉野家着きました。レッツゴー。はい、皆さん、前の車がないから、前なんか最後の車。そう、たぶん、履歴残ってるから。何頼んだかな、前の人。いけるかな、この注文方式。はい、ちょっと変な注文になってしまうんですけど、1個前の車が注文したものをそのままいただいてもいいですか？1個前が注文した。はい。そのまま。頭の大盛りのついだことポテトサラダと好きな麺になりますがよろしいですか？はい、そのまんまで大丈夫です。あ、お願いします。ありがとうございます。いけた、いけた、はい、いけた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 、簡単にいけた、いけた。普通にいけちゃった。余裕でいけたよ。しかも前の人結構頼んでたね。結構頼んでた。頭の大盛りとポテサラとあと好き鍋。好き鍋、好き鍋ってテイクアウトできんだね。ね、普通に行けたわ。 A few minutes later。 さあ、わー、結構あるな。結構あるんだ。あたたたたたた、あたたたたたためっちゃうまそう、好きな目。初めて見た。で、次はこれが頭の大盛りって言って牛肉が普通のやつより多めに入ってる。ご飯の大盛りなんだけど牛肉が多め。やばい、これはやばい。サラダと味噌汁。いや、いいね、いいね。前の人ありがとう。ナイス、前の人。よっしゃー、よっしゃー。では1店舗目の吉野家。吉野家ね。吉野家これ最高。トビチマルは、トビチマルは、なるほどね。バギバギで牛すき鍋やばい。初めてテイクアウト。いただきます。うまっ、うまっ。うん、味全然違うと思う。香りが違うもん。これめっちゃ甘めだよ。マジ豆腐も入ってるんだ。そうそうそう、本当にすき焼きなんだね。具材がもう完全にすき焼き。別々じゃなく丼にしてんの面白いな。おお、めっちゃうまくね。えぐい、甘め。ちょっとある。これ冬限定じゃない確か、牛すき鍋は限定だよね。どうだろう、多分。多分冬限定だと夏はないと思う。うん、うまっ。ガチでうまい。ガチでうまい。最高の朝飯すぎる。うわ、うまい。うまいよね。めっちゃうまいな、これ。しかも、なんか、普通の牛乳だったら、なんか、玉ねぎだけでしょ。そう。これが玉ねぎ、ワルタ、ネギ、そうそうそう。とかあるから、なんならこっちの方がいいと。え、これいくらなの？これ630円ぐらいじゃん。うん。めっちゃ好きやけど。いや、うまっ。食べた。うまいよな。うまっ、うまい、うまい。あれだ、分かった。仕事、出勤前に、出勤前に、うん、男のおっさん2人で仕事前に、なるほどね、吉野家行ってドライブすると
思います。そうですね。結構ガッツリ系の仕事の方かな多分。うん。ガッツリ系の仕事ですね。あ、多分工場みたいな。そうね。うんうん、多分そう。しないでね、朝仕事。こういう予想もあるよね。分析しましたね。分析しました。でもサラダ1個しかないから、多分一人はヤングセハル。一人はいや多分。あの牛丼頼んだ人がこれでそれああなるほどねこれが野菜入ってるからね無責いやいい店舗目だなうん素晴らしい次も頼むよ前の人なかなかね東京にはねあの吉野家とかのドライブスルーないからね土地がねないからねそう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 かそうか東京にあるのはまあスタバマックぐらいかなあとケンタッキーがたまにあるぐらい、うん、ちょっと地方の方に行くと吉野家とか前やった寿司とかそうね寿司とかね OK ガイス出てかいぎりねおはよう酒玉buka dulu終わりだよよいしょよし美味しそうなんかめっちゃちゃんとしてるし、ね、豪華割とかなりとかやっぱ浜寿司はいいね分厚い分厚い分厚い次行くか OK 行きましょうはい皆さん次のドライブスルースターバックスですねレッツゴーあるんだ見えね、俺もびっくり。俺もびっくり。はい、皆さん、スターバックス着きましたね。で、さっき前の車があって、一、はい、人だけ。マジ一人しか乗ってなかった一人しか。まあでも、家族のために買って帰るっていう可能性もね。お願いします。可能性があるね。本日はご来店ありがとうございます。ご注文お伺いいたします。あ、こんにちは。ちょっと変な注文になっちゃうんですけど、あ、はい、前の人が頼んだものそのまま欲しいんですけど、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、お願いします。以上。はい、以上です。大丈夫です。はい、お願いします。マジか。はい。一個だ。一個か。セットドアン。一個か。セットドアンガイス。やっぱ一個だったか。皆さん、後ろの車あるから、もう一回。あ、もう一回行く？オッケー、オッケー。今、後ろにいる。大丈夫です。お願いします。いるわ。もう一回行くか、もう一回行くか。もう一回行くか。マジ？もう一回行く。後ろ何人乗ってる？一人。いや、後ろにいるぞ、子供がいる。ああ、ナイスナイスナイス。変な注文でごめんなさい。多分もう一回一緒します。もう一回後ろの車のやつ。ありがとうございます。ありがとうございました。行きましょう。美味しゅう。おお、ナイス。じゃあ皆さんもね、もう一緒しまーす。しまーす。いやちょうど後ろの車あるからね。お、やばい抜かれる。やばいやばいやばい。ああ、どうしよう。やばいやばい。あでも未来2連ドン。マジか。マジか。でもさっきのやつで後ろにもいるし、その後ろにも来た。大人気やんスターバックス。一人だったらもう一回一緒します。でですね、僕の予想なんですけど、前の車が形的に営業車なんですよ、会社の。で、一人だから、これから仕事に行く。で、眠気を覚ますために、やっぱりコーヒー、な、待って、一杯なんじゃないかなって思います。いや、ありえすぎる。こんにちは、ご来店ありがとうございます。ご注文お伺いいたします。すいません、先ほどの続きになってしまうんですけど、前の車と同じ注文をしても大丈夫でしょうか？はい、ドリンクとお食事とございますが、よろしくお願いします。はい、お願いします。食事があったんだ。シュガードーナツ。シュガードーナツ。抹茶クリームプロムチーズ。はい、オッケーです。抹茶人気すぎや。はい。予想外れた。また抹茶か。だから多分朝食や。そうだね。朝食や、朝食で。待って、抹茶人気すぎじゃない？めちゃくちゃ人気や。でも意外とさ、寒い時にみんなフラプチーノとか。いや、そうね。あ、まあでもさ、車の中にいるからさ、あんま関係ないから。そうそうそう。まあまあ、でも。意外とホットなやつ頼まないんだ。ね。はい、ありがとうございます。もう一周します。もう一周します。ありがとうございます。シュガードーナツ。シュガードーナツと抹茶クリームフラペチーノですね。もう一周しましょう。もう一周しましょう。オーケー、来たばか三回目ね。結構前のこれもでかいぞ。次。ファミリー。おお。これファミリーちゃう？ファミリー。多分ファミリー。いや、こっからファミリー結構怖いね。こっから4杯来ちゃう。逆に余っちゃうよ。余るね。合計6杯はやだよ。やめてほしいんだけど。さあ、どうなんすかね。さあ、ちょっと前のお客さん何人だ？黒い。見えない。見えない。見えない。あれですね、窓が黒くて中が見えないタイプの。何人ぐらいいるかわかんないね。うん。あ、すいません。前の車と同じ注文でもよろしいでしょうか？はい、かしこまりました。出前の方ドリンク2点なので、同じものがやります。来た、神だ。来た、ありがとうございます。4個だ、完璧。コーヒーらしくも。何？コーヒーフラプチーノ。はい、OK です。コーヒーフラプチーノ。トールとグランデだ。ええ。
ナイスナイスナイスすぎる、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、マジでありがとう、ありがとうございます、ナイス、ありがとうございました、最高です、もう一緒しないです、ありがとうございました、おけ、hasil kita drive through 3 kali ke depan。Oh, what's this? Sugar, sugar donuts. Sugar donuts. Dan, dan ada matcha frappuccino. Matcha frappuccino. で、これが抹茶ラテね。抹茶ラテ。コーヒーフラペチーノ2つ。グランデとトール。なるほど。なるほどね。じゃあ、じゃんけんする。じゃんけんする。せーの。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。しゃ！あの、勝った。勝った。最初はグー、じゃんけんぽい。あー！いやー。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。しゃ！さすがにこっちかな。あ、グランデなんだ。あ、じゃあ俺この小さい方のコーヒーフラペチーノで。ユースケは？じゃあこっち。じゃあちょうどいい。あれ。欲しかった？こっち欲しかった。イエーイ。乾杯。乾杯。ちょうどいい肉。ああ、うまい。うまい。めちゃくちゃうまいコーヒーフラペチーノ。ちなみに思い出した。あのインドネシアでスターバックスしたら。ああ、そうしようと思ったのに食事だけ日本語注文のやつね、いやー、満タンですね、あれ、カプチーノは、カプチーノはバックバックバック、バック、いやいや、多分美味しい、あ、セットじゃないわ、セットじゃないんだ、飲み物なしだ、あれあれ、あのセットじゃなかった、うわ、これめちゃくちゃうまい、マジちょうどいい、苦さと甘さが、うわ、これドーナツ絶対合うわ、いただきます、うわ、もちもちそう、めちゃくちゃうまい、うまうまい、ドーナツ久しぶりだ俺、うわ、うまっ、これに振られたらミスドーナツ、うまっ、ミスドーナツがまあ一番安くてクオリティも高いしね、まあドーナツうまいな、メランティ、メランティ日本にあったら、でもしドライブスルーやってたらメランティ1日で100回ドライブスルーしましたね、100回じゃ最後マック行く、マック、マックか、オッケー、マックは1回でいいよね、待って、マックこの時間やばい、12時だちょうど、めっちゃ混んでるかも、行きましょう、行きましょう、 OK guys、 マクドナルドドライブスルーね、うわっ、バチャッ、バチャッ、ドライブストリーだ、え、嘘やばマジかよ、マジか、わお、ドライブスルーってどの列ですか、全部ドライブスルー、マジか、全ドライブスルー、やば、人生で一番混んでるドライブスルーかもしれない、見たことないわ、見たことない、見たことない、え、3列でさ、そう、ドライブスルーって並ぶことあんの、横にドライブスルーってこう大体機械に喋りかけるんだけど、今ここで注文受けてるの、いけるかなこれね、あ、すいません、あの先ほどの前の車が注文したものと全く同じもので大丈夫です、それ注文できますか、ナゲット15ピース2個頼んでるんですけど大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、やばいやばい、めっちゃ量多い、ありがとうございます、ありがとうございます、やばいやばモッパンです、頑張りましょう、商品紹介お願いします、はい、まずはね、来ました、来ました、来ました、おい15個かける2、もうアホなんこれマジで、あ、揚げたてだ、まあめちゃくちゃうまそうだけど、美味しそうだけど多いな、多いってどう考えても、で、ソースあるね、ソース、はいはいはい、何ソース、バーベキューソース、あ、バーベキューか、オッケー、バーベキューソース、お、6個、多いって、前の人バーベキュー好きする、6個、おい、マスタード頼めよ、絶対子供やろ、全部絶対子供5人寄ったやろ、おいおい、マスタード、はい、次、お、グラコロ、グラコロからのグラコロ、グラコロ、グラコロ2つかい、まあまあまあグラコロなら許せる、あとは軽いしね、テリヤキだ、これから、あ、まあまあまあ、めっちゃ食うやん、まあ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 、めっちゃ食うやん、めちゃくちゃ食うやん、ポテト3つやばいと、さあそしてこれポテトや、多分ポテトやばい、え、ポテト2つ、2つ、2つ、あ、じゃあハンバーガー単品なのか、おお、これ L?M かな、これ M かな、 M だね、 M ですね、 M で、これ2つ、これ M2 つですね、 M2 つ、イエーイ、あとは飲み物かな、うまい、飲み物3つ、飲み物3つ、 OK OK、 じゃあハンバーガードラフト会議する、そうね、最初はグー、ジャンピンポイ、シャー、終わった、最初はグー、ジャンピンポイ、あー、いやでもね、俺全然食べていいんだよな、最初はグー、ジャンピンポイ、はい、これでしょ、
はい、これでしょ。しゃ、全然食べていいんだよ。俺も全然食べていい。食べる？全然食べていい。いや、じゃあ俺全然照り焼き食べるわ。じゃあ俺いらないわ。じゃあ俺、これ全然食べるわ。じゃあナゲットちょっと譲るわ。じゃあ俺ちょっとポテト食べてるわ。いただきます。いただきます。マックの照り焼き一番好きなんだよね。ポテトやっぱあったかいのがうめえわ。ブラコロね。照り焼きバーガー表よりちっちゃいわ。そう、そう、ブラコロ。いただきます。いただきます。うまい。うまうん、うん、マックロ系うまい。めっちゃクリーミー中が。正直ね、高校生の時にハンバーガーなんて4つぐらい食ってたしね。マジで。それ食いすぎや、お前。あの安いやつ、あの100円マックのやつ。バケモン、お前最後に来たね、やっぱ大食い系が。ナゲット30回ちょっと予想してなかったな、あれの。想像を超えることがあるから、やめらんないね。うまい。うん、うまっ。マジでやっぱり重いね、今は。うわ、熱々のポテトやば。やばいよね。揚げたてなのめっちゃ美味しい。めちゃくちゃうまい。はい、じゃあこちら、チキン巻きナゲッツ。はい、こちらですね。バーベキューソースにぶち込んでいきたいと思います。うん、うわ。うまい。歯並び綺麗やな。うまいな。うん。じゃあ、あと10秒ほどお願いします。一人で15個食わなきゃいけない。ナゲットうまい。ナゲットめっちゃうまい。熱々だもん。うわ、マジで揚げたてだ。うまっ。めっちゃうまい。ナゲットマジでうまいわ。まだ終わった。早っ。うわ、うわ、後がズワリン。じゃあ教訓としては何？今回の今回の企画の教訓、将来誰も分かんないから。ああ、未来はね。準備しなきゃいけない。うん、なんか少なければもう一回そうですね、やってみるとか。うん、そうね、結果が少なければとかさ、多ければまあ準備が大事ね。はい、はい、ナイス、わかりました。教訓が大事やね。 Every content。 そうですね。うわー、やっと終わった。お疲れ様です。おおおこれバーベキューしかないんだっけ。うん、そう、そう、前のお客さんがバーベキュー大好きだった。やばすぎる。うわ、音が、うん、あっくっ。熱々だと美味しい。そうです。うん、俺結構いっぱいな。俺もやばい。じゃあ一旦俺ちょっと頑張れるまで頑張るわ。じゃあ奥さんお願いします。オッケー。じゃあ応援してるわ。おつかおつかおつけ。え、多分これはいけるわ。おつかマジ？全部いけんの？こっちはいけるわ。こっちちょっと。おつか、チキンナゲッツ。おつか、おつか、おつか。じゃあ日本ベーションの。フレーッ、フレーッ、おおつか。それフレフレおつか、フレフレおつか。頑張れー。アップ。頑張れー。おおつか、それ頑張れ頑張れ、おつか頑張れ頑張れ、おつか。これ最後ファイトオーガール。大体大体インドネシア式は曲とか使う。ああ、日本はね声だけだからね。でも声とあとなんかまあ太鼓で。あ、そうそう、一緒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 だったな。え、インドネシアこれじゃないの？くぶらりー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 悲しくなっちゃうか。運動会悲しすぎるだろ、これは。なんか、これとか。おー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 、サッカーみたいな。おー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 、うわ、なんかやる気になってきた。やる気になってきた。ああいうなんか曲とかサッカーみたいなの、めっちゃね、全然余裕だわ。やばい、おつかめちゃくちゃ食うやん。めちゃくちゃ食う。これね、味が変われば全然いけんだよね。なるほど。だからこの前のそばはマジで無理だった。あー、ワンコそばやばかった。ワンコそばやばかった。お前は負け物だからね。でも身長伸びないんだよね。どこに行くんでしょうね。いや、足の筋肉、足の筋肉。あー、なるほど。うますぎる。足速いだけだから。うますぎやって。足と自転車がすごい。足やん。全部足やん。チキンやもん。やばい。そうね。アイアムが。うわあ。最初の見事食いました。ごちそうさまでした。おお、素晴らしい。
じゃあ、あと投げて15個ですね。はい。お願いします。じゃあ、この3人で。じゃあ、1回負けに 2ピースね。2ピース。2ピース。時間かかるから。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。よし、最初はグー、じゃんけんぽい。シャー頑張れ頑張れジェローム、頑張れ頑張れジェローム、頑張れ頑張れジェローム、頑張れ。考えちゃダメだ。まだまだいけるぞジェローム、おい、ジェローム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 おいジェローム、はい、ジェローム。最初はグーじゃけんぽい。イエス強っ。最初はグーじゃけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。頑張れ頑張れジェローム、頑張れ頑張れジェローム、頑張れ頑張れジェローム。やるやるやる。マジのため息。わ、うまいね。うまいっしょ。そう、あのね、うまいんだよ。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。オーケー、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 オーケー。いただきます。いいっすね。だいたいこういうじゃんけん系、俺が毎回負けるから。これ2個やばいね。うん。これやばいな。これ連続で負けるじゃ結構きついね。うん。大塚さん戻ってくる？またい？いいよ。お前めっちゃ食うやん。せーの、最初グー、じゃんけんぽい。マジか。マジか。3人でこんだけに負ける。鶏肉余裕なんだよね。そうなんだ。マジか。自分が鶏だもんね。こう回していってるからね。自分の中で。それは余裕だわ。せーの、最初グー、じゃんけんぽい。なおら鳥に以上に連続は鳥に愛された男。あやむ大塚に。大塚のあの A はあやむの A だった、ね。ああ、なるほど。なるほどね。どこの A と。俺とかマスタード好きだからさ。うん、俺もマスタード、ね。さっぱりするマスタードの。そうだね。頑張れ頑張れ大塚、頑張れ頑張れ大塚、頑張れ頑張れ大塚、大塚、O T S U K A、I am I do。最初グー、じゃけんぽい。はい、これでしょ。はい、これでしょ。はい、これでしょ。ま？頑張れ頑張れアイアム、頑張れ頑張れアイアム。ま？ちょっとね、全然食えるけど。3連続で大塚が負ける確率は？4の3乗分の1。4の3乗分の1ですね。結構よ。すごいな、こいつ。お腹のキャパがほぼ増。せーの、最初グー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。うわあ。まあ一番食ってない。そうね。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。しゃー。次はと思う。でも、あとおげであったら絶対食べる。まあそれも運だよね。そうだね。やった。俺、何個食ったんだろう。20個ぐらい食ったかな。いや、お前10は食ってる、絶対。あ、10は多分1個目じゃほぼ食ってる。それぐらい。食べないうちに、ね、食べないと。そうね。食べたら、うんうんうん。やっと、まだ余裕だな。お前、何なんだ今日。オッケー。いい。まだ いける、多分。お疲れの中にドラゴン入ってる。うめ。いや、ちょ、アヤムがいる。やばい、アヤム。ほぼ食いや。よっしゃいやー、楽しかったな、これ。いやめちゃくちゃおもろかった。なんかまた、4人でインドネシアとか行ったことがあれば、またやりたいね。やりたいね、やりたいね。はい、皆さん、それじゃあ、見てくれてありがとうございました。いいね、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあ、またね、ワタプジワじゃあ、ごちそうさまです。行くか。はい。次のデスト行くか。いや、もういいか。もういいか。もういいか。もういいよ。